皆様ごきげんよう、ジークンドーインストラクターの石井東吾です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もうね、数々の格闘家たちとあのコラボをしてるのを拝見したんですけど、あのブルース・リーの僕が作った格闘ですね、ジークンドーの伝承者というか、はい、もう最強の最強じゃない今日はちょっといろいろ話を聞かせてもらいたいのと、うん、実際にちょっと手合わせお願いしたいなと思って、はい、ぜひ、はい、ジークンドーってルール的にはどんな感じなんですか？ルール的にはあのストリートファイトなので、もうあの武術ですね、あのルールはない状態の戦い方。あ、まあ喧嘩が競技的になったみたいな感じですか？そう、あ、競技ではなくて、あ、と試合はないんですか？試合ないです、はい、試合はないんだ。試合ないです、練習ではそのスパーリングとかもちろんやるんですけど、はいはい、そういったその試合形式でその大会があるとかっていうのはないんですよ。あ、じゃあもう実戦はストリートファイトのみと。そうです。ということで、はい、じゃあ結構ストリートファイトやられてるんですか？使うことないですよね。そうですね、はい、この、まあ、使わないように生きるっていう、はいはいはい、まあ、なんかさっき調べたところ、うん、人間性とかもね、なんかそうですね、その哲学的な部分のところも、はい、ああなるほど。いやでもね、ストリートファイトっていうかこういうなんか究極のルール、うん、すごい僕興味あって、はい、昔からなんか好きだったんで、すごい今日楽しみだったんですよ。はい、僕多分格闘技やめ引退したら、そのジークンドーやりたいですね。うん、本当に？はい、なんか究極やっぱ一番強いのってそこじゃないですか。あの何でもありじゃないですか。その路上とかでもしなった時、はい、筋敵とかもあるんですよね。そうですそうです。はい、でなんか筋的だし、多分他にもなんか目つきとかも多分ある。そうそう、目つきも、まあ、もちろん髪の毛使うのも耳使うのも、もう何でも何でもありなんですね。そうです、はい、僕もあの格闘技始める前の喧嘩時代は髪掴んで膝蹴りが得意でしたよく使ってましたでもさ、あの喧嘩時代にさ、岡君見てたかな、あの喧嘩の時、あの、うん、金玉の中まで手突っ込んできたやついたじゃん、これの。あ、見てたでしょ。ズボンの、ズボンの中です。生で。おお、ああいうなかなか古速な技使ってくる人もいた中で戦ってたんで、うん、結構その後石投げてきたしね。そんな中で戦ってきたんで、まあ、僕も結構得意ではある気はしますけど。確かに筋的って結構集中すると今度上が空いたりとか。そうそうそうなんです。すごい難しいですよね、うん、まあ、でも本当に路上だったら筋的ありですからね、うん、まあそんな中でいつも練習してると。はい、これ最強ですよ。いや最強でも最近なんかのいろんな格闘家の方とコラボされてると思うんですけど、うん、はい、どの格闘家が一番やっぱ脅威だなと思いました？いやでもやっぱ皆さんそれぞれまあ、トップですもんね。そうそうですよそっか、あります、すごいですよね、やっぱどの競技の人もトップは、うんうん、でなんかあのワンインチパンチ、はいはい、体験したいらしいですよ。ああ、もうぜひ。カメラマンの佐々木くんが、はい、あれ効くんですかみたいなこと、さっき耐えれそうみたいなそうですね、ちょっと体験してみたいですね。ああ、もうぜひ。じゃあ、わかりました、はいはい、一回挟んで入れてみる。挟んでみる。いますか？うん、先にやっぱそれによっては説得力とか変わってくる。ああ、確かに確かに。多分知らない方もいると思うんですよね。はい、うんうん、そうですね、はい、その辺一回ちょっと体験で見せてもらって、はい、でその後ちょっともうちょっとお話を聞いていくみたいな。あ、なるほどなるほど、流れしました。オッケーです、オッケーです。じゃあ僕のチャンネルの人って実力示してこないとなんか話聞かない人多いんで、本当に一緒なんですよちょっとじゃあ一回体験してみますか。はい、はい、でもいろんな格闘家の人受けてたけどみんな吹っ飛んでる確かに、うん、僕本当にあれですよ、あれ飛ばないっていうか、ちゃんとしっかり受けますよ。わかりました、はい、はい、これミッドアリがいいですかね。ミッドアリって何ですか？普通に苦しそうじゃない？なんか痛そうじゃない？あ、そういうこと、うん、あ、じゃあ持って、あ、え、飛ばなかったらいいんですよね。まあ飛ばないっていうか、まあ、2通りあって、はい、まあ、デモンストレーション的にこう飛ばすやり方と、はい、その内中に内部に浸透させる打ち方っていうのがあって、それやってほしいじゃん。浸透の技見てみたい。浸透系じゃあいきましょう。大丈夫、しっかり踏ん張ってよあー、浸透する、めっちゃ浸透する。おー時間差、なんか違う、めっちゃ後からおおみたいな、入ってきます、入ってます。力入れちゃうと、はい、こうやって、はい、一気に力入れる、はい、こういう感じなんですけど、入れますね、これの、これ
それを力抜いて、うわー、あ、確かに、うわーみたいなならないですけど、入ってくる。そうですね。あ、そうかそうか、浸透系か。吹っ飛ぶやつがあるんですね。飛ぶね、ちゃんと。本当に佐々木くんって、うん、マジの負けず嫌いで、そうね、こういうの信じないタイプで、しかも、うん、彼柔道2段なんで足腰めちゃめちゃ強いんですよ、一般人と比べたら。確かに、ね、それであんだけ飛ぶってことはガチっすね。これガチだ。うん、完全にこれガチ。岡君もあのミットなしで受けてる。ミットなしやばい。いや、僕たちあの体軽く言うじゃん。じゃあ、軽くミットなしで。ミットなしでね。いいですか。いやー、振動系でお願いします。じゃあ、腹筋、ここ腹筋力入れて。音が鈍いよ、マジで。一番効くやつやん。振動系だ。この人、強いわ。圧力本物でしたね、やっぱり。ね、もうなんか入った時から、ずっとニヤニヤしてるんですよね。初めてお会いした。確かに確かに。いやいや、もうなんか不気味なんですよ。ぶっちゃけ言うと。吉田君も一回体験しといた方がいいですか。せっかくだし。腹筋近いでください。いきますよ、いきますよ。あー、普通に痛い。普通に痛い。マジでガチだ。しかも溝らへんだから。そうそうそう、もろだね。嬉しそうだな。まあじゃあとりあえずガチだったってことですね。そうですね。でもなんか身長もそんな高くないですか。そうですね、はい。で多分体重なんて60ないぐらい。60なくてこのパワーってやばいですよね。すごい脱力がすごかったね、やっぱ。あー、うん、ちょっと俺もこの技教えてもらおうかな。じゃあタコもちょっといい。顔映してほしかった今の。え、なんでみたいな顔してた今。俺もそれを体得した。ミクルが俺にやった。そう、うわ、捨てるやつ一回覚えたいですね。あ、じゃあちょっと一回ミットだったらいいでしょ。ミット持ってまずこの落下、そう、上から腕を下に落とすっていう動作。ここでまずこの 手全体に腕の重さが伝えられないとちょっと難しいです。これ力でやるとこんな感じなんですね。これ力抜くと、うわ、かっけしたもん。そう、力が抜けると肘から落ちていきます。ここをまず手を張ってしまって、緊張とこの、はい、うわ早い。スローモーションすごい。ここからスローモーションこう落ちるんです。力、ポン、力抜くと、あ、みんなだ、みんな。あ、なるほど、なるほど。あ、そう30秒もつけますよ。超違う。でも近いけど。ああ、近い。まっすぐですね、肘が多分。そうそうそう。こうする。そうそう。あ、いいかも。ちょっと近い。見てますか。おー、いいですね。そうそう。ちょっと違う。で、あとはインパクトの瞬間にここの膝をこう抜かせるように、抜かせる、そう、そこを合わせるともっと重たくなります。少し広めに持ってください。おお、おお、なるほど。すごいすごい。うん、ああ、なんかちょっと難しいな。パワーで体のなんか連動が難しい。力入ってる、こんな感じ。で、これをこっちに転換したのがさっきの打ち方。ああ、じゃあまずこれができないから。そうそうそう、まずこのリラックスを覚える。はい、ちょっともう一回見せてもらっていいですか。ああ、はい。ただ落とすだけだとこんな感じなんで、ここにこの力の、これをこっちに死んだ、3回死んだ、あと3秒後に3秒後に倒れる。気づいてるやつ。もう一回言う、はい、ガタン、こうです。おー、肉の 1.5 倍ぐらい。本当にもうここに肘に重さをまずここにかけられるかどうかなんです。あー、なるほどなるほど。あ、これね、この感じで。そうそう、その感じ。そう、そうそう、そうです、そうです、そうです。それ、音が。これに膝を一歩と合わせるインパクトの瞬間。それ、近い。
おお、なるほどなるほど。いいじゃないですか。分かってきた、分かってきた。なるほど、分かりました。で、これね、これができると、これをベクトルを変えて、今度は、この動作を。うわぁ、ちょっと待って。そう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 。ああ、なるほど。ああ、なるほど。右足が大事ですか。ああ、いいっすね。抜き方としては今のこの感覚をこっちに。先生怖いよ。先生怖いから。ここから。うわっ。そう。このリラックスを保ったまま。そうそうそう。腕をこう投げるような感じです。で衝撃を中に残すのは引いた方がいいんですよ。これを押すよりも、ほら、スナップを効かせてすぐにこうやって効かせるとどうすか？ちょっと変わってください。そうそうはい、そして頑張っていきましょう。何わかるわ、たくまの気持ちが。違う。でもちゃんと強い。強い。まだ全然出ますね。おお、ちょっと違う。強い。まあ打ち方いろいろあるんですけど、どんな打ち方でもかね。どんな打ち方でも。溝がきつい。うん。おお。きついけど。ちょっと似てきてる。いい。おお。いい。来る来る来る。うん。こういう感じね。これは確かに実践に使えるかもしれない。普通に効くっすもんね、マジこれいいっすね。体の使い方としてはその脱力をベースにしてそういうあの打撃を打つ。あの飛ばす系の技はどうやってやるんでしょう。あれはただ構造で打ってるだけで、はい、あのここからはい、いいっすか。ここから左の画面左側のボタン。これ左で難しい。もう少し肘を。なんか吉田君がスポッてやったからなんか突き指したんだけど、もう少しで、そうか、OK。 おお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 すごいすごい、クールクール、全然ね。なるほどね。今支えてなかったら多分ドーンって。すごいっすね。すごいこれね、あれっすよ、多分今一番大事な最先端の体の連動なんですよ、全部。だから力とかじゃなくて、連動で、連動がうまくいくと足と多分手とかの、なんか何倍も力出せる。多分それをやってるんですよ。そうですそうです。なるほど。すごいっすね、これは。すごいっすね、マジで。でも脱力してる時の方が結構意外にパンチとか重いって言ってるじゃん、内山さんも。そうですね。で、なんか力むと良くないのかな、人間って。力むと、そうですね、力は出なくなりますね。そうなんですね。で、そのジーク運動ではその地面から蹴ったこのエネルギーを損失することなく、例えばストレート系とかだと手を先に強敵に当てるんです。手を先に当てることによって体重をこうやって伸ばさず乗せるみたいな、はい、そういう打ち方があります、ジーク運動。てか一番最初のきっかけって何で始めたんですか、ジーク運動。ブルース・リーの映画を見て、はい、それで興味を持って、この人どんな人なんだろうって調べていくうちに、まあ、そういう武術をやってる、作った人だっていうのが分かって、そこからハマりました。ブルース・リーってマジでヤバい人だ。世界中の格闘家からなんか愛されてる。マジでヤバい人です。そうですね、はい、なんすよ、モハメド・アリとブルース・リーは。今おいくつですか。今僕40です。はい、見えないですね。あんな人に間違って親父狩りしないように。時間何分やりますか。短く2分ぐらいですか。あ、いいですよ。完璧のガードの仕方や。完璧はもう男を一発食らったら結構致命傷だから。逆に俺も狙っていくわ。先生、何で攻めるんですか。そりゃ朝倉未来が相手だから、あれもこれも出さないと。楽しみにしてます。やばい、リングは怖いね。いや、大丈夫です。よろしくお願いします。
そして1分やばい、集中力がいつもの5倍いる、一発もらったし。いや自分も受けました。うまいっすね、ガードがすごい。どうですか、うん、いい勝負でしたね、なんかめちゃめちゃ40代でこれってやばくね。いやいや、シンプルにシンプルにね、えげつないぞこれ。対面すると多分見てるよりもっとすごいのが分かる。いや、マジでしたね。いや、ありがとうございます。ちょっとじゃあ格闘技引退したら、はい、チェリーさせてください。ぜひお願いします。はい、かっこいいな、40代でこの強さって。ね、めちゃめちゃかっこいい、この憧れよ。いや、今日は貴重な体験を。いえ、こちらこそありがとうございました。石井さんの方では、うん、お米になんか、はい、なんかやります、お像みたいな感じです。お教わせていただきます。そんな感じで聞いてるんで。襲われると、どういう風に襲ってくるのかわからないですけど。怖いよね。はい、はい、概要欄から見に行ってください。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。